今日は盆の入りです。県内各地のお寺では墓参りをする人たちの姿が見られました。このうち佐賀市本庄町の高田寺では本殿で住職がお経を唱える法要が行われ、訪れた人は先祖の霊を慰めていました。また墓前では墓石の手入れをしたり花を備えたりした後、先祖に手を合わせていました。お盆は必ず来ます。家族の近況を報告はしました。この暑さでね、今日一日持てるかどうかというのが心配なんですけど、みんな元気にしてますということだけです。また今日の最高気温は佐賀で38度、伊万里で34度と予想されていて、県内では熱中症警戒アラートが発表されています。気象台はこまめな水分塩分の補給や、室内をエアコンなどで涼しい環境にするなど、熱中症予防のための行動を呼びかけています。